で、リレー超痛いリレーしてたんだけど、なんか、ある時、ふと、いいね、いいね欄みたいなの見たら、ナナさんがいいねしてくれてて、え、優しくない？優しい。ナナさんに公開しちゃってたっぽくて、嘘。いいねしてくれて。かわいい。恥ずかしい。かわいいと思っていいねしたんやろな。超恥ずかしかった。懐かしい。やばいな。うん。やばい。大リレーしてた。スクショとか残しとけばよかった。ねえ、ほんとだよね。すごいよな。いいねの数で承認欲求満たしてた。運動会の時とかみんな同じアイコンにしてた。うわ、懐かしい。わかる？わかる。めっちゃサイド強い写真撮ったりとか。あ、そう。運動会。サイド強すぎやろみたいな写真撮ったりとかして。え、強かったよ。なんかユニバの写真とか全部サイド強かったけど。マジわかる。すごいよなあれ。めっちゃわかる。全員分の名前が入った画像、なんかバトンの写真、全員分の名前をこうやってこれにこうやっていっぱい。懐かしい。何年何組。うわあ、絆。マジ絆。やってた。懐かしい。ヒズ。うん。ねえ、待って。レイちゃんの笑い方、生きる。最近いざ生きるが流行ってんやろ。そうだよ。死ぬっていうのやめよう。私、死ぬっていうのが口癖。わかる。わかる。生きるっていう。ほんと無理死ぬって言って笑っちゃう。ねえ、わかる。生きるって言って笑わなきゃ。嫌や、なんか。生命力すご。生存の意志強い、マジで。ね、すごいよな。うん。生きるは、流行りそう。確かに、流行りそう。真似すんなし。しかももう3ミリくらいしか入ってない水。ね、全然。汲んでくる？うん。飲まへん、あんまり。飲み物。あ、そうなの？うん。スズハです。スズハートですかって名前。スズハです。スズハです。え、なんかさ聞いて昔さ、このハートつけハート可愛いやん、名前に。うん、名前の両端にこうハートつけてやんか、うん、なんかめちゃくちゃ叩かれてんかなんかバチバチに叩かれて見せたハートつけただけでめっちゃ叩かれた。ほんまに、なんか、めっちゃな、叩かれるね。なんか、なんでなん？あ、ハートつけただけで、めっちゃ言われて叩かれて。どうやって叩くの？なんかつけてるし、みたいな。めっちゃ叩かれた。昔。今こうやって定着してるからいいけど、めっちゃつけた瞬間にめっちゃびっくりして、なんか涙出たわ、おもろすぎて。おもろいよな。ほんまにおもろいねんけど、ほんまにめっちゃ叩かれるよく何しても。はあ。ハートオンブル。ハートつけただけやで。しかもさ、なんかメンバーと写真撮るだけ、なんか、どこにでもいるみたいな。いいだろ。死ぬ。ほんまに。めちゃくちゃやで。めちゃくちゃ叩かれたい質。おもろいわ。あ、そう、ぶりっ子みたいな理由で。かわいこぶんなみたいな感じ。アイドルにそんなこと言うんじゃない。かわいこぶらしてよとか思ったけど。ね、かわいこぶりたい。ね、もうでも、ね、いいよ。言うだけ言いなさい。サプル開いてのずんちゃんも。うん。あの、お母さんに死ぬほど愛されてるから、痛くもかゆくも。うわ、素敵。母からの寵愛を受けて。
めっちゃ言われそう、これも。お母さんから愛されんの。お母さんから愛されててくさ。愛されてんじゃねえ。愛されんな。どんな戦い方で。あ、面白い。いろんな叩き方あるんやね。そうなんよ。本当だね。本当だよね。本当に厳しい世界よ。厳しいです。優しくして。優しくしてみんな。優しくして。何ツイートしても言われちゃうのか。おもろいな。うん。本当ずんちゃんおもろだね。おもろ。え、お母さんからメール来た。叩かれても愛するよって来てる。あー、見てるの、お母さん。愛するよ。愛するよ。お母さん優しい。まあ、しょうがないね。うん。笑い話にできるのすごいわ。もうこの領域来たら笑える。そうだよ。笑い飛ばそう。もうね、もう。ね、ちょっと話題に挙げられすぎて、はあ、面白いな、ずんちゃん楽しい。りーちゃんいつも笑ってくれる、うん、ずっとつぼってるずんちゃんって話すときリハ中もずっと笑ってたよ。ずちょず笑ってるずちょなんかコンサートのさ、振りでさ、ペア振りあったから楽しみにしてたのに。え、確かに、あったよね。あー、あったね。うん。全然踊れてなかった、私。初見だったんだっけ？そう、初見の曲やって、やったなんか15分くらいでなんか振りで終わった。だってみんなやったことあったんだもんな。そう。まさかやったことない人いると思わなかっただろうね、先生。初めて、2曲初めてのがあって。そうなの。難かった。なんかさ、こんだけやってるとさ、うん、まだやったことない曲あるんだって思わない？そのみんながやってて、自分だけやったことない曲ってまだあるんだってびっくりするよね。わかる。ね。でも、この6年間ずっと避けてきた。うん、っていうかもう、綺麗にくぐり抜けてきた曲やったから。ここでするかと思ってめっちゃ大変やった、ね、でもやらなくなってしまった。そう。ああ。悔しい。ダンス面としての期待すごいね。来てるコメント。ずんちゃん。私？ずんちゃんダンス面なんだよ。みんなやめて。ずんちゃんダンス面。どこがダンス面やん。やめて。ダンス面扱いがね、ダンス選抜にめっちゃ入れられる。ダンス選抜マジで常連常連常連だからダンス選抜。そう、ずんちゃんのダンスはね、なんかすごいすっごいね、うん、感情がね入ってて好き、うん、愛をくれめっちゃ好きだもん。え、嬉しい。めっちゃ好き、ずんちゃんの愛をくれ表現しようっていう気持ちが溢れててね。嬉しい。エリーちゃんも言ってくれた。うん。近いじゃん。なんか見えやすいの。ズンちゃんが。そうなの。待ってるから、いつも。なんか、私、なんか、土地勘全然分かってなくて、その。うん。曲中のみんなの。誰が近くにいるかとか全然分からない。集中してない。入ってんだね。そう。入り込んでんだ。しかも、愛をくれ前にいるよね、基本的に。そう。でレッスンもあんまりしたことなかったから、うん、確かにサビ2番でしょ。どんちゃん3番だっけ。うん、そう2番。うん、3番かな。間もずんちゃんの位置見て自分の位置決めてるから。あ、あれやろ、あの時やろ、たたたたたのところ。うん、え、サビのたたたたたってここやる位置。あ、いつもわかんなくなっちゃうから、ずんちゃんより 1.5 速度って覚えてる。私間違えた、終わりやん。終わるよ、全部ずれるから。
アイナ様あんま覚えてないから、そこ。そう。わかる。なんか、A のメンバーって。腕立ってるね、いつも。そう。なんか、メンバーの感じで覚えてるよな、みんな。そう。みんな。前の子が何番だから、あ、1.5 くらい外かなって。確かに、やってるわ、私も。やってる。ごまかし。だって、言われへんもん、正確に番号。ね、言えない。ね。山ちゃん、お洋服おしゃれって聞いた。や、山ちゃん。山ちゃん、初めて言われた。え？かわいい山ちゃん呼び。山ちゃん。山ちゃんおしゃれだ。山ちゃんおしゃれ、ありがとう。その形マジ似合うからな。そう、最近形で服選ぶよな。うん。全然違うよな、骨格。違う。真逆。なんか、れいちゃん骨格診断行って、帰ってきたら、なんか私はずっとれいちゃんを骨格ウェーブっていうのがあって、私はれいちゃんを骨格ウェーブやと思ってたから、ずっとウェーブって言ってたのに、で帰ってきたらストレートって言ってたっけ。ナチュラル。ナチュラルって言って。だっけ、うん、ナチュラルって言ってた、ずっと。ナチュラルなことあるとか思ってて。で、なんか、で、ウェーブじゃないって言ったら、うん、ナチュラル。ずっと言うから。なんか、ナチュラルってずっと言い張るから、なんか、って思ってて、先生間違ってんじゃんとか思ってたら。誰にやってもらったのって、真中ちゃんも言ってたもんね。数年後に、そしたら、ごめん、イウェーブやったって言ってた。ただの言い間違い。じゃ、もろかった。自信満々にナチュラルって言ってたから。ナチュラル 99%、ストレート 1% だって。みんなちょっとどうなんだとか言いながら、え、誰にやってもらったの疑って。あ、おもろすぎる。本当申し訳ないわ。絶対ウェーブやん。完璧ウェーブですね。ウェーブ、ウェーブの頂点。確かに99ウェーブってすごいな。うん、 1% ストレートだ。1% はどこに含まれてんのやろ。どこだったっけ。なんかストレートの部分もあるって言われた。だからトレーナーとかあんま似合わないらしい。え、そうなん。うん、エレガン、女性らしい服が。ああ、確かに女の子っぽいふわふわっていうのが似合うんだって。うん、顔的にもそうよな。うん、でも家ではいつもトレーナーばっかり。わかる。トレーナー楽よな。かわいいし。うん、そうなの。かわいいよね。ズンちゃんもね、よく着るよね。古着って。うん、全然いい、骨格に合ってないけど。うん、着ちゃう。着なの着ちゃうよね。うん。うん、ヤマちゃん&ニシちゃん配信。ニシちゃんやばい。ニシちゃん。ニシちゃん。ニシちゃん、ヤマちゃん。ちゃん、山ちゃん、やばいな。ベテラン芸人さんみたいな。なんかさっきコメント来てたな。あ、話せ、話せ。なかったわ。山ちゃんしかコメント来てなかった。デイリーマナズンでまたコラボ配信してほしい。確かに。はい。インスタライブ？確かに4人ってインスタライブしかできへんけ。うん。毎回したよね、インスタライブ。うん。した、楽しかった。ないね。インスタライブしたい。ズンちゃんの骨格タイプは？え、私調べたことないけど、多分ストレートよな。もう、ストレートだよ。ね。でも、うん、ここだけ、うん、ウェーブだと。え、確かに。鎖骨とか、だってストレートって鎖骨があんまり出ないみたいな。うん。言うけど。めっちゃ綺麗だから。言った。努力もあると思うんだけど。ウェーブっぽい。ここだけウェーブ？ウェーブとストレートミックスになってそう。確かに。うん。行きたいな、骨格配信。骨格
告配信間違えた、骨格配信しちゃうとかやったゾゾスーツみたいな着せされるとかやった、危ない、骨格配信、骨格配信間違えた、骨格ストレート、骨格診断ね、アイドルがね大負けするんよ、うん、ストレート、うん、そうね、アイドル衣装ね、そうやねんな、ストレート、うん、ハイウエスト多いしね、そそハイウエストはねストレート殺しですから、そう、しかもアイドルって上半身しか映らんからさ、確かにストレートって上半身ごついから、うん、ストレートって、ね、トータルバランスが最強なのが売りです、なんかちゃんとさしたさ合う服とさ、うん、ちゃんとした写真の撮り方しないとさ、うん、全部事故事故る、すぐ事故る、全身写真とかめっちゃスタイルいいなって思うけど、え、嬉しいけど上半身終わんねんけど笑いすぎて、ま、あの喉おかしいんだけど笑いすぎて、えいちゃんがナチュラルのナチュラルをナチュっていうのはどう思いますかめっちゃ気持ち悪いほんまにやめてほしい。ほんまに気持ち悪い。昨日も配信でなんかナチュラルになっちゅうって言っちゃって、ちょっと自分おしゃれだなと思ったんだけど、なんかそれずんちゃんにアピールしたら、あんまり、あんまりってコメント、今一番生きる。あんまり一番生きる。あんまり一番生きる。あんまりっていうのがさ、そう、なんか、れいちゃんが急に4人のグループの、トークに、レイルマナスの、うん、なんか、最近ナチュラルをナチュって言うんだけど、どうみたいな。よくないみたいな来たから、なんか、何やねん、このどうでもいいのって思いつつ、返信してあげようと思って、あんまりって。絵文字もなしに。あんまりって来た。あんまりですぐ違う、はい、話題に。あんまり、あ、それでさ、みたいな。つらい。つらすぎた。ちょっとの気遣いが入った返しが一番ね、つらかった。却下とかじゃない。あんまり。あんまり。あんまりおもろい。みんな生きるって言うねんけど。生きるって言ってる。W 使ってるし。過激派になっちゃった、ずっちゃんの。やばい。まあ、あんまり。あんまり。私とレイちゃんめっちゃ仲いいよな。うん。あんまでもその仲の良ささ知れ渡ってないよな。確かに。私、最近写真整理してて、うん。パンケーキ行った時の写真出てきて懐かしくなった。ずんちゃんの寝顔入ってた。寝てた？寝てた。初めてのご飯でさ、まだ敬語の時にさ、寝てんの目の前で。こうやって。ほんまに寝ちゃうねん。本当に面白い女と思って写真撮った。面白い女おもろい。面白い女と思って写真撮ったんだよ。え、そう、なんかレイ、めっちゃレイちゃんその時、なんか良くて、なんか、小学発表された日に、なんかお泊まりって意味ってなって、うん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 、なんか急にお泊まり行っていいみたいな。そう。前日くらいね。そう。なんでやろうと思ってて。で、来ておめでとうってなんか言ってくれて、うん、そしたら次の日パンケーキって、そしたら私が席を外してる間にれいちゃんはお会計をしてくれてたんです。そうなんですよ、聞いたみんな今卒業キャンペーン中だからいい話いっぱい、あ、そうなの、いい話いっぱいしてんのそう、しかも寝てんのに怒らへんし、そう、聞いた聞いた、その時はね、うん、多分発表あるなと思ってたの。あ、そうなの？うん。え？昇格。ないと思ってたわ。だから前日に、うん。でもさ、昇格された日、さ、寂しかったらなと思って。え？めっちゃいい先輩おる。一緒に過ごそうと思って、泊まり行っていい？って聞いて、パンケーキでお祝いして。初めて聞いてんけど、その話。え、嘘。言わなかったっけ？うん。うん、ちょっと待って、好感度上げに行ったって。あ、また好感度上げ。こいつ好感度上げに行ったそうなんだよ。懐かしい。まだ敬語やったな。敬語だった。懐かしいよ。
懐かしすぎる、うん、そう初めて後輩におごったからちょっとドキドキした。え、そうやったんや。そう、なんかそのずっちゃんがトイレ行ってる間だったけど、うん、荷物どうしようと思って慣れてないからかわいいずんちゃん荷物忘れようってレジでこうやってあはいって帰って出してる時にずんちゃん戻ってきて恥ずかしくてもうちょい長くいとけばよかった。スマートにできなかったからさ。面白い。確かに何かさ、そう戻ればよかったんだ。いやそう、なんか確かになんかさ、うん、その前の年の昇格発表の日に帰ってきて家で、うん、なんか一人でめっちゃ大号泣した思い出があるから、うんうん、なんかその次の年に昇格した時に、うんうん、人がいてよかったってめっちゃ思ってた。あ、よかった。めっちゃよかった。嬉しい。懐かしい。ダセーって来てるんだけど、コメント。ああ、好感投げたんだけど。かわいい。タメ口になる関係っていいね。そう、確かに。うん。タメ口だね。なんかさ。何？デイリーマナーズンでさ、うん、お泊りした時にさ、うん、まだ敬語やったやん、4人で。そうだったっけ？そうかも。で、なんか、レイちゃんとイリちゃんと私で仲良くて、そこにマナカちゃんも入ってきて。そうそうそう。そうそうそう。ズンちゃんとマナカちゃんが仲良くて。そうそう。ティラ3人が仲良くて、みたいな。そう。で、まだマナカちゃんちょっとよそよそしかったよな。うん。かわいかったな。あ、まあ、ほんまに。で、なんか二人がタメ口でいいよ、みたいな。かわいかった。言ってて、私はもう乗り気やってん。え、いいですよ、うん、とか。うん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 。え、いいですか？とかやっててんけど、まなかちゃんは、いや、本当に大丈夫です。本当に、あ、そういうのできないんで。とか言ってたやん。どこ行った？え、懐かしい。あのまなかちゃん。今となってはコラボ配信めんどくさいから断るし。そうやな。かわいかった。あの時のまなかちゃん返してほしい。ね。いや、本当にそういうのできないんで、なんか。本当に失礼なんでとか言ってたよな、ね、そこで、うん、そこでそこのベッドの前で4人で座って、なんだどこ行っちゃったんだろう。でも泊まりめっちゃ楽しかったな。いや、ほんまに楽しすぎるやばいよね。いや、なんか青春って感じやったよな。あんな楽しいはないよね、本当に。ずっと居座ってもう一泊しちゃおうみんな三泊くらいするし。帰るのめんどくさくなっちゃってみんな。懐かしい。え、なんか、テレビ見ながら、うん、なんか、めっちゃどでかいスパゲッティ食べて、昔こんな山盛りみんなで食べたの覚えてる。覚えてる。フレッシュポンチもしたよね。あ、懐かしい。いちご狩りもした。家でイチゴ狩りしたし、なんか1キロピザみたいな、1キロチーズピザみたいな。食べた。食べたよな。食べた。懐かしい。旅行も行ったよな。行ったー。もう懐かしい。待って、旅行行きた。行きたい。はい。はしゃいでたなー。また海行こう。海行こう。楽しかったな、ホテル。楽しかった。初出しじゃないエピソード。写真は出したことあるけど。確かに。4人で、なんか。そうね。行こうってなってホテル取って、ちゃんとホテル行って、めっちゃ広いホテルやってんの。そう、なんかファミリーマンションみたいな、うん、一室の、うん、そう、本当に部屋がすごかったの。ずっとはしゃいで、ずっと踊ってたよな。うちら踊りすぎね。ね、なんかパーティーが始まるよとか。うちらのでもテーマソングやな、パーティーが始まるよ。ほんとそう。マジでずっと撮ってる。トワイスさんとか。ああ、なっちゃん。ずっと撮って。トワイスさんの曲の練習はほんまにやばい。なんか動画残ってるけど、ほんまに載せられへん。載せられない。服がめっちゃダサいのと、顔がめっちゃブスなのと。部屋も映ってるし、もう変顔もめっちゃするし、
本当に人の顔を置き換えてある T シャツ着て、ホラーみたいな T シャツ着て、人んちじゃないもん、しかもテンションドッタバタドッタバタさみんなで踊って懐かしい、ずっと踊ってんの、はあ、そう、家で踊ってんの、いつも踊ってる、泊まりの夜はなんか4個布団並べて寝たような、そのホテル、うん、お泊まり旅行行った時か、うん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 、で私とりえちゃんは寝るキリキリまで、うん、なんか死ぬほど食べ物を食べてた、食べてた、チーズとか食べてたね、旅行のホテルに着いてまずお菓子めっちゃ食べて、うん、で、あのビュッフェ行って、ビュッフェ行ったね、帰ってきてお菓子とかアイスまた食べて、うん、次の日顔むくむくやっためっちゃむくんでたよね、うん、めっちゃむくんでたし、なんかなんかあの次の日の朝なんか朝めっちゃ3時間4時間前に起きて風呂とか温泉浸かりに行こうとか言ってたのに、結局みんな30分前に起きて、しかもすんちゃんだけ一人早く起きてさ、なんかゆっくり支度してんのでみんなやばいよみたいな言い出して急にそう、私早く起きたのにみんなのことお子さんと一人だけ用意しててメイクとかで、パッて携帯見たらホテル出る 2,30 分前でみんなやばいってみんな言わなかったのに、あとみんな3人そこで起きてめっちゃ面白かった、あれ懐かしい。なのにまなかちゃんパックしだすのしかも音楽かけて踊るし本当にもうおもろいよね。なんかさ、卒業前にさ4人でさ、なんか配信したいよな、そのちゃんと一室に集まってさ、したいね、思い出話しとくか、したくない、この旅行とか、思い出話したい、しよう、懐かしい。いや、旅行の話山ほどあるよね。ね、旅行の話したくない、これ置いとこう、うん、そうしよう、あとまた話すと聞いてないふりしといて、うん、新鮮な反応で、しようや、絶対ね、しよう、絶対しよう、インスタライブで、インスタライブ、ショールームでしょ、ショールームだよ、ショールームで、事務所で4人で集まってしよう、あ、そうしよう、時間とってショールーム配信する、しようや、ね、しよう、絶対おもろいんだけど、無理無理無理、レイちゃんのルームでしようや、私のルームでいいの、うん、よしよ、で今そうよ、せっかくなら、いいよ、それかさ、あの AKB のあれ特別配信ルームみたいな貸してもらう、ダメダメ、個人や、あ、これ、あ、 OK、 うん、わあ、やろう、やろう、楽しみ、めっちゃ面白い、旅行の話やばいよな、いや、旅行話したいわ、うわ、写真見返しながらしよう、いや、いいね、懐かしい、明太もちチーズもんじゃもそこで明太もちチーズもんじゃもお母さん、まなかちゃんにいつまで引っ張るんって言われた本当だよ、でも大好きだからうちら、もう3年 2年くらい引っ張ってるよな、このうん、懐かしい。いや、楽しかったなぁ。かった。部屋紹介したし。何紹介？部屋紹介。部屋紹介？あの、ホテル着いた瞬間、部屋素敵すぎて、カメラ回し、カメラ回しってみんなが部屋紹介してくれんねん。どこにも載せない。どこにも載せない動画いっぱいありすぎて。写真も、もう。めっちゃあるよね。写真、ほんまに載せられへんのが一個あって。もう、言いもできんのじゃん、その光景も。覚えてる？思い当たる節がありすぎる。
なんか、それの写真は私だけ最初持ってて。うん。でも、これを持っとくのは荷が重すぎるってなって。そんなやばい写真あったっけ？あった。で、3人に送った。しかもなんか、トークやったら残るからエアドロで送った気がする。全然覚えてないわ。そう。体ありすぎて。私的 NG 写真は多い。確かに、多いな。うん。なんかさ、レイリマナズンで仲良くする前まで、なんか、レイちゃんって正統派な、なんか、イメージやったから、うん、そう、今まで正統派やけど、なんか、うん、ありがとう。今より、キャラしっかりしてたやん。確かに。あんまそうかも。そういうの出て、これとか結構出てこなかった、まだ。ね、だから、あの、エリーちゃんと私とマナカちゃんで、うん、絶対出そうって言って、みんなで。うん、で、そうだと引き出した。引き出されすぎて、キャラ崩壊したんだけど。レイエリマナズン、え、絶対しよう、配信。絶対しよう。私ら主催するわ。さすが、やろう。じゃあ、終わった後にすぐ言って、うん、2月中にできたらいいよ。うん。広いとこあったらいいよね。うん。マスクも一応。確かに。マスクすればいい。うん。許してもらおう、そこは。いいね。ラップでアクリル板作ってもいいし。あ、あり。ラップ？ペラペラやけど。ラップで。感染対策。わ、あり。やろう。やろうね。思い出が多すぎて。そうなのよ。広すぎる。広いところ。なんかレッスン上でできそうじゃない？あ、確かにできそう。上置いて。あ、いいじゃん。ね。いいじゃん。スタッフさんね。スタッフさんに事前に確認して怒られないよ。確かに。昨日言ったことをさ。面白すぎるやろ。ドッキリみたいなテンションで入ってくるやん。そのスタッフさんの前で真似しちゃった、この間。めっちゃ笑ってた。笑ってくれそう。ね、これさーって。やめてよ。そう、やめてよ。言いそう。いい人なんですけどね、その時は。ね。コロナに関してはすごい敏感なので。レイちゃんまだ卒業しないでと言いたくなっちゃう。わかる？今日私、サトちゃんとか、レイちゃんとか、カナちゃんとかの卒業を思い浮かべて、うん、なんかちょっと涙出たの。嬉しい、言ってくれて。うん、なんか、卒業の日を思い出して泣いちゃった。私も毎日卒業の日想像する。嘘。綺麗なんだろうなって。いやー、レイちゃんの嫌なところ出てきた。れいちゃんって無駄に自己肯定感高いから、腹立つ。腹立つ。お昼の配信でさ、うん。私自分の声とかすごい嫌いなんですよね。話したばっかりです。こんなこと言って。れいちゃん、これは嘘です。皆さん。嘘じゃない。自分の声大好きやし、自分の顔大好きやし、自分の髪色とか髪の毛とか大好きやし。自撮りが下手。レイちゃんの欠点は自撮りが下手。下手らしい。なんか、二人で撮ってんのに、三人分の価格でするから、ほんまに。一人分空いちゃうんだよね、いつも。うん。もう写真については舐めてる。レイちゃんは。適当やし。めっちゃ適当。適当やな。あ、オッケーオッケーオッケー、もういいよ、みたいな。ん？映ってたらいい、映ってたらいい、みたいな。そうそう。全身写真とか5枚で終わる。すごっ。いいよって。でもなんかそんなレンちゃんでもこの前さ、うん、なんか新しく入ってきてくれて、うん、入ってきたマネージャーさんに撮ってもらった写真がさ面白すぎて、その価格がなんかレンちゃんなんかしゃがんでて、レイちゃんが。で、横からこうしゃがんでてこうやって撮ってもらってんねんけど、なんか、レイちゃんメインじゃなくて、白い壁メインになってたような。新たな視点からの。の、あれ。監視カメラからの映像みたいな。撮ってくれて。
面白いなと思って。ね、わかる。なんか YouTuber の隠しカメラみたいな。そう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 。ってやったよな。おしゃ画角だったね。アイドル画角では。でもきっと今後めっちゃ上手くなりそう。うん、そう、マネージャーさんでめっちゃ上手くなるよね。うん。そうなの。面白かったな、あの写真。壁メインで。レイちゃんサブやった。サブだったね。完全にサブ。制服も着れんのにサブやった。本当だよね。うん。面白かった。あったね。あった。ちーちゃんっていつも配信でどんなこと話してるの？どんなこと話してるやろ。最近あったこととか。うん。でももう9割くらいダイエットの話してる。ファンの人全然分からんのにダイエットのこと。なんか分かる。私もそういうの好きで話しちゃうわ。ね、ダイエットの話してる。コスメの話とか誰も聞いてない。最近よかったコスメがあってなんか脂質がなんかこれで糖質はみたいな。誰のための配信？ダイエット配信してんの。それな。そういう話楽しいからな。そう、あと今日何食べたって私聞いてる、いつも。うん。あ、ファンの人に。何食べたかね。昼何食べた？夜何食べた？人が何食べたかめっちゃ気になる。え、わかる！ね。だから、なんか昼ご飯食べてきたとか言わんといてほしい。もう聞いちゃうもん。うん。聞いちゃう。どんな、どんな盛り付けとか。どんな盛り付け？どんな感じ？何してん？修行するからな、今後。あ、服買った話してるって、ずんちゃん。ああ。あ、してる。何？服好きだからね、ずんちゃん。うん、服買った、なんか、パーカー買って、それがお気に入りすぎて、うん、なんかまだ着てないのに、なんか着た自分想像して、キャーキャー言ってた。やばいやつじゃん。これ着てんのやばくない？着てんで。コメラも優しいからみんなさ、そう、え、いいねいいね、オンライン話し会で来てよみたいな。いいよいいよ、似合ってる。ゾンちゃんは何でも似合うよって言ってくれる。いいコメント欄や、コメント欄よ。私バトルみたいになること多い最近。マウント合戦。何のマウントとんの。今日のお昼はね最近そのグルメ、何々グルメとか、うん、なんかファッションとかをあのヤフーとかグーグルじゃなくて、うん、TikTok とかインスタとかやってることが多い。そういう風になったんだよねって話をして、コメント欄でそのなんか正確な情報じゃないんじゃない。あ、火つく。レイちゃんこういうコメント火つくから。その正確性は分からないんじゃないみたいな。本当に正しいか分かんないよねってコメントが何個か来て。でもどの SNS でもやっぱり正しい正しくない分かんないと思う。知らない。バトルすんなし。バトルす。でも和解した最終的に。あ、和解できたよ。和解し、いつも和解してる。よかった。なんか。みんなそういうこと言わないでよって言って和解した。ね、レイちゃんもさ、頭いいからさ、なんか、うん、口でさ、討論できるやん。うん。あ、そう、討論会みたいな。あ、だから、うん、いや、たぶん私がアホやから。いや。ならへんな。なんみんなが知識を教えてくれる。いつも漢字訂正されるし。違うよって。うん、違うよ。そういえば書く。で、それを、ずんちゃんが、ちゃんと受け入れるのが、うん、いいね。ありがとう。ぶつかり合っちゃうから。そっか。メンバーによってファンのか、ファンの人のさ、コメントとか全然違うか、面白い。全然違うね。まなかちゃんとした時が一番違う。確かに違いそう、まなかちゃん。私とモナカちゃんも多分結構違う。あ、そうなんや。うん。結構違うね。
うん。面白い。バトルの相手してくれるレイちゃん最高。やだ。発散相手なってるやん。仲良くしよう、仲良く。なかちゃんどんな配信してるの？エリーの配信も気になる。エリーのコメ欄気になる。いや、確かに気になる。どんな感じなんだろう、エリー。若そう。エリー、地獄みたいな顔した配信。暗い気持ちで配信してたから。びっくりしたよ、この間。暗かったん？うん。そう、ちょっと、ご飯食べて。うん。配信せん方がいい、もう。本当にそう。作業用や。静かな時間が多いらしい、エリー。ああ、そうなんや。うん。確かに、エリーちゃんってなんか、喋るときはめっちゃ喋るとき喋るけど、暗いとき暗いよな。そう。乗るか乗らないかでね。そう。なんかね、なんかきっかけがあれば。そう。あのね、顔が可愛いからさ、まあ、顔見れるだけでさ、幸せだ。もう常な画面が、うん。ずっと TikTok やもん、なんか顔。そう。わかる。加工後みたいな顔してんの。ね、わかる。いいよね。だってこんだけ一緒におってさ、うん、こんだけなんか、いろんなことしてるけど、やっぱ会うたびさ、うん、顔ちっちゃとかさ。いや、思う。顔可愛いって思うよな。慣れてきちゃうじゃん、大体。うん。改めてやっぱ思うよね、毎回毎回。マジで慣れへん。めっちゃ可愛いんだよ、エリー。めっちゃ可愛いって思っちゃう。めっちゃ可愛いって言いたくなるけど、さすがに気持ち悪いかなと思って。うん、こんだけ一緒におってさ。この中になると言えないんよね。そう。あんま言わん方がいいかなとか思ってるけど。もう本当に会うたび、カーって言いたい。なんでこんな可愛いのってね。なんでこんな可愛いの？エリの顔ってこうしたくなる。うんね。こうして。あ、食べた。タピオカみたいな気分。たまにしちゃうエリの顔。うんね、可愛いよな。やっちゃう。わかる。可愛いの。いじくりたくなる顔ですね。わかる。ちっちゃくて。肌も綺麗よな。綺麗だね、本当に。あんな食生活してて。いや、ほんまになんか。ずるいよ。そう、わかる、なんか。わかる、なんか、そうやね。あの食生活とか、あの食の好みで、うん、あの体型とあの肌を保ててんのがすごい。すごいよ。必死で野菜食べてオートミールとかやってる、なんかエリカツ丼食べてるから。カツ丼ガルボみたいな。チョコ必須です。ね、じゃがりこも食べるし。そう。いいよね。いつもお菓子食べてるよな。そうなの。本当にそう。何回見てもお菓子食べてるもん。弁当も食べるし。ね、よく食べるよね、もりもりね。差し入れも食べててるし。うん、なんか2、3個食べてた、この前こんな大きいの。3個、4個食べてた。食べるのよ。好きなものよく食べる。野菜はあんま食べてるとこ見たことない。うん、ない。いいなぁ。エリーのママから LINE が来て、エリー食べ過ぎてる。嘘。お菓子食べ過ぎてるから言っといて。エリーのママから LINE 来て。かわいい。エリーちゃんのママかわいい。食べてみたいだねってエリーに LINE して言ってたの。言ってたの。なんかお菓子食べたでしょって怒ってた、うん、レイちゃんがグループ LINE で怒ったね。めっちゃ食べたって言ってた。いつもなんか開き直ってんだよね、あの子いつも。そう、めっちゃ食べたって言ってこの前なんか2人でさみたいな。そう、この前2人で買い物行ってやんか、うん、レイちゃん、エリーちゃんと、うん、うん、で、その時に、今、西川からお菓子禁止されてるから、って言いながら、カプリコ3つくらいカゴに入れてた。2つくらいかな。子供か？禁止されてるから、とりあえず入れとく。みたいな。どういうこと？ギャル。ギャルい。
言われてるけど、とりあえず。とりあえずね。食べないけどね。うん。食べないよ。食べないけど、じゃない。食べるんよ、それ。絶対食べてる。絶対選択しないじゃん、買っちゃったら。買うなって言ってるのにな、私は。買わなきゃ食べないでしょって、買うから食べちゃうんだよ。確かに、面白いよな。私はいつもして。なんかに備えてるんやと思う。そうだね。いつ地球滅亡するか分かんないし。まほちゃんも、そういうタイプ。まほちゃんも、なんか人生長いから、いつか痩せるから、今太ってても。え、そう。今太ってもいつか痩せるからって言って、いつも食べる。まほちゃん、めっちゃ食べてる。まほちゃんの考えは本当に感動した。けど、あんなに食べてて、あんなに細いのが、ほんまに考えられへん。もう本当に、えみたいな。おかしいよね、やっぱ。え、本当に怖い。この世の、いろんなことを覆してるもん、まほちゃんって。ね、なんか、ほんまにこの世界に生きてる人じゃないよな。うん。モンスターズインクとかで。そう。そう。生きとかな、おかしい。ね、繋がってるよね、体が。ブラックホールとかに。どっか行ってんだもん、食べたもの。ほんまにそれ。すごいよ、ほんと。だって、ダイエットするって言ったら次の日にポテチ食べてんねんで。二袋食べちゃった、みたいな。それ、夜中に、夜中にやで、しかも。すごいよ。あんなに細くて可愛くてびっくりする。ねえ。びっくり。ほんとにそう。まほちゃんが一番食べてそう、メンバーの中で。食べる量、多い。いやー、やばいと思う。まほちゃんとさ、ご飯、美味しく食べれそうじゃない？なんか。めっちゃ食べちゃう。ね。まほちゃんとお泊まりした時とかも、この世の終わりと言っていい。やばそう。すごい。サラダチキン買い込んでいくしかない。そう。キュウリとサラダチキン持って。もうお菓子食べないように、それでお腹満たして。確かに。でも楽しいねんな、食べんのが。うん。え、そう。しかも、人と食べるのが楽しい。人と爆食するのが一番楽しい。わかる。逆に小食は誰なの？小食おる？小食。小食なメンバー見たことないねんけど。え、私も見たことない。みんなめっちゃ食べるよな。食べる。てか、普通の人より食べるよな。うん。努力してたと思う。だから。うん。我慢したり。ほんまに。全然食べない人は見たことないわ。うん。食べるときは食べるけど、みたいな子が結構多い。確かに。ビュッフェ誰が一番食べてたやって。同じくらい食べたよね、みんな。うん、みんなもう。めっちゃ食べたよね。うん、頭おかしいくらい食べてた。朝食バイキングとか。めっちゃ食べてた。何回も席立ってたもんな。立ってたね。朝食なのに朝からいっぱい食べた。ね。配信では夜ご飯サラダだけみたいな感じだけど。そう。多分ね、一人の時はあんま食べない子が多いんじゃない？うん。ご飯行ったら食べ放題でいっぱい食べようみたいな。うん。確かにメンバーと行く時食べ放題ばっかり。そう。自分の時間で調節してるメンバーが多い気がする。うん。というかもう体質のメンバーもおるな。うん。食べても太んない。うらやましい。回転寿司何皿だって。13、4くらい。すごっ。嘘、すごいこれ。すごい。お、よし、やった。どんくらい寿司あんま食べへんな。あ、そうなんだ。回転寿司あんまり行かない？行かへん。回転寿司行きたくない？え、行きたい。え、次4人で回転寿司行こうや。え、行こう？回転寿司めっちゃ好き。あ、でもエリーちゃん。あ、卵しか食べない。あ、軍艦食べてもらおう。軍艦。エリーお寿司屋さん好きだから。確かに。え、次じゃあ決まり。回転寿司。回転寿司行こう。ズンちゃんはエリママになんて呼ばれてるの？ズンちゃんって呼んでる気がする。うん、ズンちゃんって呼ばれてる気がする。ズンちゃん、いつもありがとうね。
クマスト。ジェリーママ優しい。ね、ほんまに。エリーが呼んでる呼び方で呼んでるかな、多分。確かに。私は西川だし。そうなの。うん、西川って呼ばれてる。へえー。バイキングいたとき、一度でたくさん装う？少ない量をたくさん取りに行く？めっちゃ取る、私一回で。私も一回で全種類取る。めっちゃ取っちゃう。味噌食べ放題も行きたいねって話してなかったっけ？あ、そうや。私一回行って、もう地獄見たけど、やっぱもう一回行きたくなっちゃう。次の日には行きたくなるよな。うん、なっちゃう。なんなんあれ？食べ放題って行きたくなっちゃう。味噌食べ放題行きたい。だって口から出そうなくらい食べてんのに、次の日普通にお腹すくもん。そう。ほんとにしんどいのにさ。どういうこと？食べちゃうんだよね。しょっぱいものが出てる時間帯に行こう。行こう。うん。ミスド。食べ放題。焼肉の食べ放題見たことあるよね。ある。焼肉の食べ放題楽しい。で、エリーちゃんがずっと焼いてくれる、まなかちゃんと。エリーとまなか、ね。私とずんちゃん、食べせん。そう。焼いてくれる二人がいっぱい。なんか焼こうって気にならへんよな。そう、焼いてくれたもんだって。そう。焼いたらなんか文句言うし。それな、れいちゃん。もう総攻撃食らってたよ。なんかすごかったよね。西川早い。まだだよ。レイちゃんまだだって。怒られてた。ねえ、早い。ねえ、誰お札バター頼んだの。ニコ誰誰が食べる、食べてよ。もうにレイちゃん食べね、しかもちゃんと。大好きだから。すごいな。私は焼こうともしてなかったの。黙々と食べる。エリーずっと焼いてるからさ。ね。お腹空いちゃって、最後の方にタイミングずれて食べ始めるんだよね。そう、一人だけずっと食べてんの。三人ともお腹いっぱいになったのに、エリー。全然足りない。そう、タン5人前とか頼んで出すから。え？みたいな。そう。食べれんの？ってみんなで。ほんまに食べんねんな、しかも。そうなの。いつも最後の方に。肉行きたいな。行こう。行きたいところ多すぎる。それね、足りない時間。まあでも卒業後の方が会えそうやな。うん、確かに。それもそう。一人の一人だけさ、うん、時間がちょっと自由になるから、うん、合わせやすそう。都合つきやすい。うん。だってもう確定でわかるじゃん。2ヶ月後とかの予定まで全部。うん、羨ましすぎる。それね。いや、それはそうだよ。週末旅行とか行けちゃうよ。うわ、やば。すごい。2ヶ月後の休み1日取れるってこと、その。そう。じゃあ今考えたら4月5日、じゃあ休み取っといてって言ったら、確定で休み取れる。うん、取れる。すごい人生やな。すごいよ。そこが。ね、芸能界じゃない場所なんだって。レイちゃんが一般人になる世界線やばい。いや、そんなことないよ。すごいな、こんな可愛い子が普通におんねんて、やば。あ、ずんちゃんメール取ったらレイちゃんトーク出てくる、だって。レイちゃんトーク、うん、ずんちゃんのメール取ったら私のこと話してくれる、だ。あ、レイちゃんのことよく。あったよ、とか。あ、うん。私、レイマナズに乗せてもらう。もらおう。話してもらおう。だからみんな、レイマナズの。あ、そういうこと？うん。乗せていいの？うん。え？だから、レイマナズのメール取ってね、みんな。取ってね。したら、あ、今日、レイちゃんと会ったんだ。あ、最近レイちゃんと連絡してるんだ。元気なんだなって。嬉しいやろな、ファンの人は。わかると思いますので。確かに。普通に今も送ってんで、レイちゃんのこと。嬉しい。うん。送っ
ってくれてるって。エリマナズ。エリマ。写真は多分メールで送れないけど。確かにエピソードとかは。うん。送れる。チーズナももう一回行きたいな。あ、チーズナ行きたい。チーズナ行きたい。うわぁ、行きたい。ね、行きたい。思い出ありすぎ。それで、ね、結構いろんなとこ行った。最近行けてないからな。そう、最近ほんまに、本当にね、バタバタしてたよな。4人揃わないんだよね。わかる。おのおのいろいろやってるから。マナガちゃんが忙しすぎて。確かに。エリーも舞台だし。確かに。状況も状況すぎて、行けないね。早く行けたらいいな。ね。電話もしてないわ、私たち。うわ、懐かしい。電話してない。電話してたな。電話してた。懐かしい。毎日電話してたの。うん。懐かしい。今なんか自粛みたいな生活してるからさ、私。学校もないし。あ、そっか。そう、コンサートもなくなったから。思い出した、あの自粛の日々を。まったりしてんねんな。うん、まったりしてる。よかった。ずっとアニメ見て、食べて。うわぁ、幸せ。アニメ見て。筋トレして、アニメ見て。最高やな。自粛と同じ生活してる、今。いいやん。いい。ゆったり。ゆったりしよう。真中ちゃん特撮。そっか、今特撮 ?3 月入ったらどうだろう、時間できるといいな。確かに、2月中にさ、4人でさ、配信みたいなのしてさ。ね、そうしよう。3月ご飯行けたらいいよね。行こう。さすがに行こう。なんか首赤っ。思った。ストーブ？あった。なんだろう、確かにストーブもある。なんかストーブでここ当たってネックレスがここに広がっていくねん、そのネックレスの熱で。なるほどね。そう、ネックレス熱い。ネックレス熱い。あ、結構近距離ストーブ。うん、エリーが寒がりじゃん。うん、私暑がりだからさ、ズンちゃん家行った時いつもさ確かに、ね、部屋の温度の部屋の温度戦争始まるよな。始まる。夏とかすごかったよな。夏。エリーちゃんずっと寒そうやった。私が冷房ガンガンにするから。夏なのに青い唇してんの、エリーでずっと布団にくるまってんの、ね、毛布みたいなやつ。夏なのに。季節感違いすぎて。そう、私たち温度感がマジで合わなくてね。私食の好みも合わへんし。合わない、ほんと不思議だよ。不思議なの。誰が一番寝起き悪いのやって。寝起き、エリーちゃんじゃない。エリーだね。うん、全然起きないよね。起きひん、ほんまに起きひん、うん、ほんとに。そうなの、びっくりするよね、あの、うん、意志の硬さ。寝るっていうね、絶対寝るって意思を感じる、エリーから。意思強いよな。うん、エリーが定位置にいる話面白かった。定位置あるもんね。そう、ベッドのこっちから3分の1くらいのここら辺におんね。そうそうそう。足伸ばして、足クロスしてアイシャドウの鏡でこうやって見ながらっやってる。ベッドでメイクしてんの。ちっちゃい鏡で、クッションファンデの鏡か、アイシャドウの鏡で。そう。静かにメイクしてんの、いつも。そう。すごいよな。うん。まなかちゃん結構寝起きから テキパキ動くタイプ。そう。おはようみたいな。うん。スタスタスタって。コンタクト入れに行く。だいたい私とエリー、まなかちゃんとずんちゃん、確かに
セットで寝るか4人で寝るか。確かに2人で分かるときはレイリマナズね。レイリマナズ、うんうんユニで寝たのが一番面白かったけど。それはそうすぎる。シングルのベッドに。そう。4人で。よく壊れないよね。いや、ほんまに。すごいよ。しかも、爆睡して、ちゃんと朝すっきり起きるし。そう。人の足に挟まれてるはずなのに。そう。超ちゃんと寝れた。うん、ねれんちゃん遠すぎなんか私めっちゃ近いねんけどリラックスしちゃって社長と秘書みたいになってるはいはい近づこ近づこむしろこっちだよ近づいて近づいてはいじゃあいい感じこれでね潔癖なのは誰やってまなかちゃんじゃないまなかちゃんじゃないまなかちゃんやの綺麗好きですから3人とも何も気にせへんよ何も気にしないねうん本当に何も気にしないだってまなかちゃんさうち来たら勝手に掃除機かけるもんそうなのうん勝手にわーんって掃除機かけ出す掃除役掃除してくれんだうん二人で布団入って、なんか怖いやつ見んねやんか、いつも。うんうん、まなかちゃんと二人でお泊まりしたら、うん。見んねんけど、急に布団から出て行って、なんか私も、私続きでその、さあ、見んねやんか、うん、YouTube の怖いやつみたいな。うんうん、ーとか言ってんのに、いきなり、わーってそれが、ってやったらさ、掃除機かけてんの。ずんちゃん、綺麗だけどね。まなかちゃんには気になる何かがあるんだろうね。そう、多分ちょっとでも人来たら髪の毛めっちゃ落ちんやんか。なんかそれが気になるんちゃう？あ、そうかもね。ちょっとのこれがめっちゃ気になるからね、きっと。ね。ほんまに、よう拾ってるもん、なんか。いい。確かに、確かに、よくつまんでる床で。床でつまんでるよな。床でつまんでる。の。髪の毛がやっぱ落ちやすいですか。そう。綺麗好きでまなかちゃん。まなかちゃん。絶対必要だよね、だから、4人には。うん、あと、怖いやつ見るときに、あの、頼りになる。あ、確かに。2人で、なんか、怖いやつ、なんか、怖い、その、なんか、いろんなところに行く YouTuber の人がいて、うんうん、それ見てて、私は、ひゃーって言って、しがみつくの、まなかちゃんに。で、まなかちゃん笑ってんの。まなかちゃんはさ、自分単体になるとさ、すごいさ、ビビりだったりさ、心配性だったり、人見知りだったりするけど、うん、誰かがいると強くなれる。ね、わかる。自分がしっかりしなきゃって気持ちになるんだろうね。キャーキャー言ってる、私隣で。なんかじゃあね、面白い。面白い。奮い立つの。ヒーロー気質、確かに。うん、確かに。男前。いいバランス。いいね、やっぱこの4人は。バランスが。ね、みんな違うし、なんか。バッチリ。なんか、うん。うん私もさ、うん、普段しっかりしなきゃとか思ったりするけどさ、レイリーマナーズの時は、すごい。安心しきって楽になるね。なんかさ、誰かがしっかりしなって感じじゃなくてさ、4人がさ、倒れ込んでさ、うん、なんか、こうやって支えてるからさ、なんとかさ、なってるよな。なってる、なってる。そう。そうなの。突っ込まれ役になれるから楽しい。確かに、誰か突っ込んでくれるもんな。うん。なんか、プリキュアとかにしたらさ、ちゃんと4人がバラバラな色とかさ、うん、バラバラな服の形とかさ、なるからさ。なるなるなる。いいよな。うん。バッチリなのよ。それがすごい好きやった。うん。
配信するしかないな、レイリーモノズの配信。それな、絶対しよう、絶対。皆さん今月中を目指して頑張りますので、頑張りましょう。そろそろ切る。確かに随分話し倒したね。で、つんちゃんまだ配信続ける？うん、もうやめる。やめる？じゃあ一緒に、バイバイ。え、ランキング読まなくていいの？消えちゃうよ。あ、ランキング読もう、うん、どうぞ。じゃあ13位ともさん、12位はやりんごさん、11位けんちゃんさん、10位えむちゃんさん、9位おぎゃりんさん、8位はるのばと台湾さん、7位しろちゃんはんさん、6位ブルーあと台湾さん、5位ふくさん、4位元気さん、3位ペコさん、2位おさむさん、1位もいもやとおあいれいれいさん、ありがとうございます。じゃ続いていきます。はい。13位セミロングアットマークズンちゃんズさん、12位ケネスさん、11位フィニッシャーさん、10位フスクサットマークズンちゃんズさん、9位シルフィールドさん、8位モーちゃんさん、7位グワシさん、6位ずっとずっとズンちゃんのタモーちゃんさん、5位タレさん、4位スダー超絶おしおレンジャーとマークズンちゃんズさん、3位マルさん、2位カズくんさん、1位ユーポーさんです。おおきに、おおきに。じゃあね、読書タイムやって。あ、やばい、髪が。はい、オッケー、オッケー、バイバイ。バイバイ。バイバイ。ありがとうございました、皆様。ありがとうございます。